キクローゼン整理第6回。物の山はストレスから。どちらも溜め込まない。今からおよそ30年前、フィリピン・マルコス政権の崩壊の時に国外に亡命し、残されたイメルダ夫人の三千足の靴のニュースに驚いた人も多かったでしょう。では靴が30足ならニュースになったでしょうか。興味深いのは3000足という数です。多すぎるものというのは何を表しているのでしょうか。そこで、今ストレスを感じていますか？と問われたらどう答えますか？ないという人は少数派かもしれません。ではストレス解消法はどうでしょう。挙げてみると、食べる、飲む、買い物、掛け事、他には音楽を聴く、読書、旅行、山登りなどの趣味に没頭する、などがあるでしょう。50代の女性 J さんのストレス解消法は買い物でした。ある日、洋服の整理を始めて、自分がどれだけたくさんの買い物をしたか驚いたそうです。押し入れや段ボール箱から値札のついたままの洋服や下着、バッグが山ほど出てきました。とにかく手当たり次第に買っていたようです。ただし、買うことで仕事のストレスを解消していたので、それなりの効果はあったのでしょう。ストレスを飲むや食べるで解消していれば、体を壊していたかもしれません。問題はそのことに何年も気づかなかったことです。もし早めに気づいたら、他の解消法を探せたかもしれないし、物を買わずに家族と旅行にでも行けたのに、と思ったそうです。J さんが気づいたのはそれだけではありません。ストレス解消のために買ったものがあふれ、片付けないといけないというさらなるストレスを生んでいたのです。家族に、いい加減何とかしたら、と言われると、仕事が忙しいとか、体調が悪いから、と言い訳している自分に、ますますイライラする悪循環。だからといって家族に、手伝って、とは素直に言えなかった。物が溢れる原因がストレスであれば、家の中のものを処分しても、いずれまた同じ状況に陥ります。このことに気づいた J さんは悩んだ末、本当に解決するには仕事を辞めるしかないと早期退職をしました。軌道修正をする大きな決断です。物と同じでストレスも溜め込まない方が良いようです。第6回終わります。